渋谷ビデオスタジオ、渋谷ビデオスタジオは東京都渋谷区宇田川町にかつて所在していたテレビスタジオである。ボーリング場の省営ボールの廃業後、3室のテレビ収録用スタジオや VTR 編集室などを併設する施設に改修し、建物と設備の管理や運営を主業務とする会社が設立された。1980年代中期は、 フジテレビが月九ドラマを中心としたドラマ収録を優先的に行うことを目的に同スタジオへ資本参加していた。世界丸ごとハウマッチや世界ウルルン滞在期など MBS テレビが東京で制作する番組で拠点として使用され MBS 以外の在阪局制作による全国ネット番組の収録も多く使用された。資本関係のあるフジテレビは収録 編集拠点の統合を理由に、江東区大見の臨海副都心に大規模な自社スタジオ、富士テレビ湾岸ンンスタジオを建設し、2007年春に、竣工した後、夏季から運用を始めて9月14日に、本格稼働した。本スタジオの全設備は撤去されて、建物は耐震性補修されず、富士テレビのドラマ、フライトパニックの収録を最後に2007年9月末で、運用止め、 閉鎖後2011年に取り壊され、2012年には駐車場になっている。その後住友不動産が土地を取得し、2019年2月完成予定で、地上21階、地下2階のオフィスと高級賃貸住宅、ラ・トゥール渋谷にからなる複合型の高層ビルを建設する。オフィス部分はインターネット広告大手のサイバーエージェントが、 メディアゲーム部門の集約を目的に一括沈借し、ビル名もアベマタワーズと名付けられる。企業体は2008年4月から事業持ち株会社のほかにイベント企画や不動産コンサルティングなどを広く扱う。HDSD 対応200坪、HDSD 対応180坪、SD 対応110坪、ラ・トゥール渋谷に住友不動産。 2018年4月16日閲覧。オフィスの移転について、サイバーエージェント、https コロンスラッシュスラッシュ www.cyberagent.co.jp スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ id=215082018 イコール年4月16日閲覧。読売テレビでは1993年に、東京の制作拠点として、 自社スタジオ、読売テレビ、多摩スタジオを東京都八王子市に建設し、渋谷ビデオスタジオで収録していた番組収録を多摩スタジオに移転させる形をとったが、東京都心からの交通の便が悪いことなどの理由で1999年までに閉鎖され、現在は東京メディアシティを主に使用している。ありがとうございます。